あれだけリアブレーキの違いが分かってきて、はい、まああのね、あの扱い方一つであれだけ安定してスッと止まるというか、うんね、全然違いますね、うん、今まであまりこうリアブレーキを使わなかったので、なんか結構もうちょっと使った方がいいんじゃないとか、うん、結構言われたりとかするんですけど、うんうん、あれだけあ止まるっていう感覚がなかったので、そうそうそう、結構前何より、ね、止まるからね。そうなんですよなんかすごいちょっと新たな発見がありました、はい、ということなんですけど、うん、当然ながらもちろんそうすると前後、まあ、さっきは一応実験練習なので、はい、リアブレーキだけで止まってました。普段やりませんよね、うん、でそれでリアブレーキのことが分かってきた。で当然普通に使うのは前後一緒です、はい、まあ、あの人によってはレースとかで後ろを先に踏んだ方が、うん、姿勢が後ろがこうちょっと沈む、それが先になった方がこう前のめりしにくいとか、うん、いろんなこと言う人いるんですけど、まあ、そうなんですね、うん、いるんですけど、うん、まあ基本的に前後同時でいいと思います、うん、っていうかそれで癖をつけてる方がよくってあんまり考えない方がいいと思う、はい、っていうのと、よくね教習所とかでも言われるけど、うん、その前のめりもあるんで、はい、前後のブレーキがフロント7、リア3とか言うじゃん、うん、はい、言われました。言われた、うん、でもなんかその割合って結構アバウトというか、どれが正解かわからないので、うん、いや僕でもこれが7とか、はい、これが3とかないですよ。本当ですか？ないないない。山健さんでも何がバロメーターでどのぐらいの力の感じかっていうのがわからないんで、うん、つまりだって7、3って言うと普通の人は7だから強くしましょう、うんうん、3だから弱くしましょうって思うじゃない、はい、いやそうではないんですね。うーん、オートバイってだんだん多分乗ってると実はどっかで感じてるんだけど、同じようにやっても前が7、リアが3になるんですよ、うん、あ、自然とってこと。そうそう、なんでそうなるんで、まあ前7、後ろ3というぐらいのつもりで乗ってくださいねっていう多分説明なんです本当は、はい、まあ、いつの間にか前7、後ろ3でかけましょうに変わっちゃったかもしれないですけど、うん、それは多分できないです。なんでまずそのどのぐらいが、前のその例えば弱いというか普通で、後ろも弱いというか普通、前の普通か強い、後ろも普通か強いがペアになって両方が同じような割合だったらいいわけですね、うん、というんで、じゃあどのぐらいが前後同じ感じなのかっていうのは、これはちょっと分かりにくいと思うので、でもやってみればそんなに難しくないです。簡単です。わかりました、はい、じゃあ早速やってみたいと思います、はいはい、じゃあどのぐらいが、はい、その前7、後ろ3の割合になるのかというところで言うと、まずじゃあ前を決めましょう。はい、じゃあフロントかけてください、はい、で、はい、かけました。で遊び、今、レバー遊び、それから、マスターシリンダーの遊びをカットして、はい、最初に効くとこまで、はい、引いてください。効くとこまで、はい、でここのところってそこからまあ数ミリ動かしてもあんまり圧力変わらないですよね、うん、同じです。同じですよね、はい、これが普通に例えば信号で止まったりとか、うん、まあ、落ち着いて止まる、あんまりその急のつかない普通のブレーキです、うんうん、でこれが前、はい、でこれと同じことをリアだと、はい、リアはこの位置で、はい、このままステップごと踏んでいくと、はい、遊びがキャンセルされて、遊びがキャンセルされて、こっからですって場所があるよね。こっからです、はい、こっから聞きますよ。これもここのところはあんまり変わんない、うんうん、ね、はい、だからこれこの状態、これとさっきのフロントがセット、はい、ワンセットで、これがワンセットでかけると分かるけど、本当にナチュラルに止まります。はい、スーって、あのさっきもリアだけでやったもそうだけど、後ろは上がらないし、うん、前が進まない、不思議な感じで止まる、はい、はい、次は強いバランス、はい、強いバランス、はい、ブレーキかけました。かけてそこからもうちょっと滑り込まして強く、そうそう、その時に奥の方で上がるでしょ、グッと、はい、反力が上がるとこありますよね。そう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 、そこの反力の上がるところ、これも上がったあたりから実はもうあんまりブレーキ力強くならないんですよ。うーん、同じなんですね。もうあとは ABS 効いちゃうから、はい、というところなんで、そこの今のグーッと上がるところでグッとやってるのが強いやつ、はい、
で、リアは、これを、この、ここ、ここと、ここに、もう力が入るぐらい押す。はい。そうです。こう、かかとにグッと、かかとに、かかとに少し力が入ってる。はい。こっち側に。はい。せーの、グッ。そう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 。かかと側にグッとやってると、こう浮かないでしょ？うん。という感じで、かかととここにグッとくっつけたまま、あの、つま先で踏まずに全体にギュッと押す。はい。そうすると、さっきの場所よりもっと深く入るね。さっきの場所。場所、うん、よりちょっと深く入るでしょ。はい。深く入ったところがぐっと上がってる。反発が強くなってる。はい。その反発が強くなってるところをぐっと押すと、ABS が効くところ。これが、強い同士のバランスなんですね。で、まあ、弱い方は多分普通にやれば、まあ、これもちょっと試してみればいいんだけど、はい、強い方は、やると分かりますけど、あ、これだと ABS が効きすぎちゃうとかって分かってくるんで、多分自分で調整をできるようになるんだよ。あ、そうなんですか。これはよくしたもんで、うまいとか下手とかじゃなくて、あ、これが人のね、入力のバランスじゃん。だから、あれ？これが ABS なんだって言うとやめるんだよ。あ、いや、自信ないと思うでしょ？はい。できるのかなって。やってみれば、うん、あの、やってみればすぐ分かるから。はい。ああ、ブレ、ABS 効いちゃったってやめるから。うん、じゃあちょっとやってみますか。はいはいはい。はいね、ブレーキ前7、後ろ3って言うけど、はい、あんな感じで、だいたい7、3になってます。なってるんですか？なってるんです。自分ではなんか、そうそうそう、あまりわからない。あまりね、気にしない方がいいですよ、はい、そういう意味では。強い方のブレーキもやりましたよね。うん、やりました。で、あれで分かったと思うんですけど、まあ、後ろは ABS が効いちゃうし、はい、前も、まあ、握り方が乱暴な方だと、つんのめりますよね、うん。で、そうじゃないと、まるでこう、しゃがんだみたいにピタッと止まりますよね。はい。すごいなんか両方を一緒にやったらもう本当ピタって止まるので、その後の安心感もありますし、ね、速度の落ち方が、うん、なんていうの、ブースーじゃなくてビューフッで、もうね、びっくりした、え、もう止まっちゃったみたいな。止まりましたね。びっくりしました。それすごいね、うん。でもそれがなんだろう、いわゆるわーキャーっていうブレーキではないじゃない。はい。じゃなくて、もう自分が止めたくて止めたっていう安心感につながるので、うん、なんかこういうことのやっぱ積み重ねってすごい大事なんだなっていう。そうですね。まあ、これももちろん、周囲を考えていただいて、うん、そんなね、滅多なところでやったら危ないですから。で、路面もね、砂が浮いてたりとかいろいろ危ないので、うん、まあ、きちんとした場所、なかなかないかもしれないけど、できたら、まあ、空いてるところで少しこういうそのパフォーマンスというか、はい、めったに試せないかもしれないけど、安全な場所だったら、あ、このぐらい大丈夫なんだ、うん、で、どうです、大丈夫なんだってことをやった後の安心感、余裕、あ、もう変わってきますね。で、その後乗る運転にもつながっていくと思います、うん、楽しくなってくるし、うん、なんかこう止まりたいと思った時に止まれるっていう自信っていうのってすごい大きいと思うので、まあ、今回ね、はい、フロントブレーキから始まり、一連ずっとブレーキやってて、うん、旗で見ていて、あのフロントブレーキをスッと止まるって分かってから、はい、いきなり変わったよね。変わりました、走り方。それ良かったです、ね、そう、多分そういう自分の自信っていうのが走りとか雰囲気にこう影響されていくと思うので、うん、やっぱこういうことのちっちゃいことですけど、積み重ねってすごい実は一番大事なんだなって思います。まあ、見てても思うけど、あのブレーキのあの入力、まあ、フットブレーキ、後ろもそう、前もそうだけど、あの力をもう少し入れてもいい。こうだんだん強くしてるじゃん、うん。あの強弱ができるっていうのはかなりいいよね。あ、そうですね。緩急をつけてやると、うん。逆にその方が安心感もありますね。そうそうそう。なんで、どうしてもなりがちなのが、ブレーキっていうと、一番最初に
あのみんながハマっちゃう、うん、はい、本当はもっと止まれんのにこれが自分のブレーキって言って、ああ間に合わないみたいになっちゃってるとか、本当はもっとかければいいのにやらないみたいなことがね、うん、多いんです。とっても自分の中でそれが普通なんだなっていう感覚になると、そこから変えようってならないじゃないですか、ね、でやったことないと怖いからね、うん、でもブレーキのさっきの一番最初のフロントブレーキのレバーの扱い方、あとリアブレーキもペダルの扱い方さえコツをつかめば別に難しくないじゃないですか。そうですね。でも私も今まではピタッと止まるのはできなかったので、うん、自分ではすごく力を入れて止めてるつもりでも、やっぱりこうスーってどうしても行きやすい。そうですね。まあまあ想像ついてないんで、うんうんうん、しょうがないんですけど、まあ ぜひね、今回こうやって見た方は、そうですね、あ、こういうものなんだなっていう意識で、ぜひやってもらうといいかなと思います。はい。